宮城県月立高等学校は宮城県栗原市月立あざ下宮の町裏にある男女共学の県立高等学校。通称は畜高または月立高。合真商談をスクールアイデンティティとする学者として知られている。宮城県教育委員会の進学重点校。文部科学省の学力向上フロンティアハイスクールに指定されている。 教育基本法及び学校教育法に定められた高等学校教育の目的並びに目標を達成するために本校として次の目標を定める。心身の健康豊かな心と強靭な体力の養成明るい挨拶と時間の尊重。身辺の整理整頓。知性の身長書士の貫徹と心、善、美の探求。肉身、先生。 友人などへ感謝の念のよう。郷土の自然風物を愛する心の育成。人格の公用信頼し得る主張と行動の助長。内面性の育成と他の意見を謙虚に聞く態度の要請。人生感覚率の基礎づくり。交渉後期演談団機。スクールカラー全日制普通科にコース制を採用している。二学期制宮城県古川高等学校とは全校を挙げた。 地区校、個校定期戦が毎年4月に開催されている。通算成績は16勝41敗3分。近年、少子化による生徒数の減少や、両校の生徒数の差などから試合をできない競技や、勝敗が一方に偏りすぎる傾向が出てきて、全体のバランスが悪くなってきており、解決策として本校から枝分かれした、毎年定員割れを起こしている。 一葉様商業高校をビジネスコースとして本校に統合資料校の生徒数の差をなくし均等にすることと長年のマンネリ化の解消と運動部のさらなる活性化のため各学校の生徒数の減少を利点としてかつては勉学の定期戦をしていた石巻高校を誘って3年に一度の自項開催で三つどもへの参考定期戦にして 総当たりの大会にした方が良いとの案も出ている。毎年4月末に、兄弟校である宮城県古川高等学校と伝統行事の古校定期戦を北部地区総体、県総体、東北総体、インターハイの前哨戦として行っている。この行事に向け、新入生は朝昼放課後の応援練習に励み効果。 多数局の応援歌を覚え地区構成の自覚と誇りを身につける。本校入学の登竜門であり、最大のイベントでもある。競技種目は以下の13競技20種目で行われ、勝ち越した方が総合優勝となる。競技以外にも、両校生徒会長による絶戦や、両校応援団による応援合戦なども見物である。ちなみに、応援団長は、 生徒会生徒の中から選ばれ、伝統のあるエールを切る。県内では、本校の定期戦と同じ形態で行われている、白石高校と角田高校の白角定期戦も大変有名である。通常の生徒会活動は、生徒会執行部が行う。行事活動には別に有志による運営委員会を発足させ、立案から実行までを行う。生徒会士、道の発行。 地区校には常設の応援団があり、一年間を通して活動を行う。団員は詰め入り学生服に身を包み、エールや効果等を歌ったりして応援する。4月の国校定期戦を中心に活動し、他の部から要請があれば試合会場に行き応援することがある。応援活動の基礎になっているのはクラス周りである。応援団は 表議委員会によって定められた断則に沿って活動している。政治経済放送医療学会、研究文学、芸術芸能スポーツ同窓会組織として、宮城県月手中学校、月立高等学校同窓会があり、居住地域別、職域別、年次別、クラブ活動別などの同窓会がそれぞれ組織されて、折開放、クリボンが年に回発行されている。 ありがとうございます。